街並みザアンダムは、オランダの北ホラント州、ザアンスタット基礎自治体内の地区の名前。ザアンダム地区は、ザアンスタット基礎自治体の中で最大の人口を要しており、自治体の中心的地区である。1811年に基礎自治体としての権利が与えられて、以降、1974年の基礎自治体再編前までは、独立した基礎自治体であった。 アムステルダム市の北に隣接し、その市街地中心との間は東西に横たわる北海運河で隔てられている。また、ザーンダム地区の中央を南北にザーン川が縦断している。ザーン川の両岸には、かつて何千もの風車が建造され、造船や製紙業で用いられる木材を加工する製材工業が栄えた。現在ではアムステルダムに隣接した。 ベッドタウンとして栄えており、多くの人がアムステルダム及び、周辺地域へ通勤、通学している。現在、ザアンダムには、オランダ最大のスーパーマーケットチェーンである、アルバート・ハインの本社があることでも有名である。古い風車を保存している、野外博物館、ザアンセスカンス主な交通機関は次の通りその他、北海運河を横切る都線が、GVB により運行されているため、 バストと線を乗り継いで、アムステルダム市街地に向かうことも可能である。ありがとうございます。